エルモンテはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍の住宅、工業及び商業の都市である。2000年国勢調査では人口115,965人だったが、2010年では113,475人に減少した。州内では51位、全米では228位の大きさである。ロサンゼルス市の東。 サンガブリエル・バレー地域にある。市のスローガンは、親しみのあるエルモンテーようこそであり、歴史的にサンタフェ・トレイルの終点と呼ばれている。1770年代から1830年代の間、宣教師やスペイン軍人がここに立ち止まってこの地域のことをエルモンテと名付けた。これは、多くの人が考えるように実在する山のことを言っているのではなく、 当時のコスペイン語で草地あるいは湿地、または樹木に覆われた場所という意味合いだった。この地域を宣教師団とスペイン軍人が初めて探検して、二つの川の間の島は土地が越えており、か細い柳、半の木及び山が密生する定地があることを見つけた。島は長さ約7マイル、幅4マイルであり、 厳しい反感燥の自然環境の中で他にはないような真のオアシスだった。1850年代、カリフォルニア州議会がタウンシップと呼ばれる小さな生態を編成した時に、この地域はエルモンテタウンシップと名付けられた。その後まもなく、その名前が当初のエルモンテのみに戻された。宣教師やスペイン軍人がここを通過したのは1770年代だったが、 開拓が始まったのは1849年だった。1821年にミズーリ州カンザスシティに橋を発するオールドスパニッシュトレールは国内初の国際的商業路としてよく知られたサンタフェトレールとなり、ミズーリから公式の終点であるエルモンテまで伸びた。1850年代、この村はロサンゼルス、サンバーナーディの及びサンペドロの間の交差点だった。 ここは、賭博場で、ナイフや銃を使った居酒がしばしば起こる荒れた街という評判が立った。インディアンの襲撃や、不安フロレスやパンチを、ダニエルのような山賊の犯罪に対する防御のために、1854年2月23日には、モンテレンジャーズと呼ぶ、地元民兵隊を結成した。このモンテレンジャーズが解散した後、 エルモンテ・ボーイズと呼ばれる時計団によってリンチという形態の刑罰がしばしば行われた。エルモンテに最初に高級的な住人が到着したのは1849年から1850年にかけて大量の移民が金を求めてカリフォルニアに殺到した時だった。金を発見できた者はほとんどいなかったが、移民たちは肥沃な土地で事業を始め家を建て始めた。 農夫はエルモンテの農業社会が成功するようになったことを喜び、年を追って着実に成長していった。1861年までにエルモンテはそこそこの大きさの町になり、南北戦争の間は分離主義進判の温床とみなされた。ロサンゼルス軍保安官代理で元はモンテレンジャーズの一員だった AJ キングや その他町の有力者が1861年3月23日に、モンテキバライフル渋滞と呼ばれる、分離主義民兵隊を組織した。これは、ロサンゼルスのキバライフル渋滞と似たものだった。しかし、サムター要塞の戦いの後、キングが、南軍の PGT ボーリガード将軍の肖像を、持って町を練り歩き、連邦保安官に逮捕された時に、この目論みはついた。 この民兵隊のために、州知事ジョン・ジー・ダウニーが派遣した州兵は、サンペドロの港で連邦の役人に拘束された。連邦軍はその後の暴動を抑止するために1862年3月に、この町の近くにニューキャンプカールトンを設立した。このキャンプは1865年に閉鎖された。エルモンテの社会は、ヨーロッパ人の子孫であるアメリカ人によって設立されたことでは、 南カリフォルニアで初の街だった。1930年代のダストボール移民頃から多くの移民が入ってくると次第にヒスパニック系住民が増えていき、ラテンアメリカ人の強固な地盤と考えられることが多い。1866年、衆議会はこの地をエルモンテタウンシップと名付け、歴史シントンの村がその庁舎所在地に指定された。1868年、 歴ントンの村は、エルモンテという名前に戻された。1873年に、そこにサザンパシフィック鉄道の駅が建設され、地元農業の発展に拍車をかけた。1912年には、姿勢が敷かれた。ニューメキシコ州のサンタフェトレイル標識1930年代、エルモンテは、ニューディール政策の連邦最低限生活プロジェクトで、重要な場所になった。 その最低重管理プログラムで一戸建てランチハウスを資格ある申し込み者に供給することに貢献した。著名写真家ドロシアラングは農業安定局のための仕事として家屋の写真を残した。サンタフェトレールの歴史的な重要性を表すために1989年、エルモンテ氏はバレーブールバードとサンダーニターベニュー沿いにサンタフェトレール歴史公園を建設した。このトレールは 数十年間もアメリカの偉大なルートのままだった。タイラーアベニュー3150にあるエルモンテ歴史博物館はカリフォルニア州でも最良の地域博物館と考えられている。エルモンテはその開拓の歴史を誇り、その精神はこの博物館の中に今も生きている。エルモンテはロサンゼルス市に本拠カク,クトラ TV のバラエティ番組ホームタウンジャンボリーが生まれた。 ところとされている。この番組は1950年代に実際にエルモンテのアメリカンリージョンスタジアムで制作された。土曜の夜に放映された。このステージショーはカリフォルニア州でカントリーミュージックの普及に貢献したクリフィー・ストーンが司会と制作を行っていた。1950年代、人種問題に関する不安定な雰囲気とロックンロールに対する敵対意識が融合し、 警察の圧力でロックンロールはロサンゼルス市から締め出された。エルモンテ市の郊外にあるアメリカンリージョンスタジアムはジョニー・オーティスなどによる一連のロックンロールコンサートの会場になった。ジョニー・オーティスはアラン・フリードやリック・クラーク等と共にロックンロールを育てる中心になった。この50年代に南カリフォルニア中の10代の若者が毎週金曜日と土曜日の夜に お気に入りの出演者を見るために、アメリカンリージョンスタジアムに集まった。ここで講演した著名な歌手としては、リッチー・バレンス、ロージージ・オリジナルズ、ブレントン、ウッド、アース・ウィンド・アンド・ファイアー、ザ・グレート・フル・デッド、ディック・デールとそのデル・トーンズ及びジョニー・ギター・ワトソン、等がいた。ディスクジョッキーのアートラボー、このスタジアムはこの時代の10代の若者にとって、ハプニングな場所とも呼ばれた。 優先方式のテレビ放送では、1964年3月14日に、ビートルズやザ・ビーチ・ボーイズが出演した。エルモンテは長い間ロックンロールのヒット曲、メモリーズ・オブ・エル・モンティの中で知られている。この歌は、フランク・ザッパが作曲し、最初は1950年代から地元で活躍し、その後全国レベルになった、ドゥワップグループのザ・ペンギンズが録音した。この歌は、 エルモンテのリージョン・スタジアムのことを歌っており、アート・レイ・ボー、エス・メモリーズ・オブ・エル、モンティなど多くのアルバムで聴くことができる。このスタジアムは50年近く前に閉鎖されたが、この音楽は生き続けている。エルモンテでは、レスポールメアリー・フォードで有名になった歌手で、ギタリストのメアリー・フォードが生まれたところである。スキャットマン・ジョンと呼ばれたジョン・ラーキンも、ここの出身である。 1960年代にカントリージョーザ・フィッシュで演奏したグレッグ・マイヤーズやジョー・マクドナルドもエルモンテで生まれた。チーチ・チョンのチーチ・マリンはエルモンテに居住していた。1925年から1942年まで人気のあった場所がゲイズ・ライオン・ファームだった。ヨーロッパの引退したサーカススター・チャールズ・ゲイ夫妻がここを運営し、歴史家・ジャック・バートンや その他多くの同時大臣は1920年代と1930年代のディズニーランドと呼んだ。ゲーズは映画に使う野生動物を育て200頭以上のアフリカライオンを飼っていた。1920年代と1930年代にエルモリンカーンやジョニー・ワイズ・ミューラーが出演した映画ターザンなどに多くのライオンが出演した。 メトロゴールドウィンメイヤーが作ったライオンの商標は、まず、スラッツで、その後似たような後継者、ジャッキーで作られた。1925年、エルモンテ統合高校が、そのスポーツチームに、ザ・ライオンズと名付け、ビッグゲームがあるときは、ゲーズが、ライオンのマスコットを提供した。戦争で食肉が不足したときは、このライオンファームも一時、閉鎖された。そこが再開されることはなく、 現在、週刊高速道路15線に隣接して、バレーブールバードとペック道路の交差点南東角に実物大記念碑が置かれている。このファームのために発注された最初のライオン像は近くのエルモンテ高校の正面に置かれている。競馬では最も有名なジョッキー、ウィリー・シューメーカーはエルモンテ高校に通っていたが、近くの馬屋で働くことになって辞めた。 著作家のジェームズ・エル・ロイが短期間エルモンテに住んでいたが、1958年にその母のジュネバが殺された時に離れた。元野球選手、フレッドリンはエルモンテの住人だった。1962年、俳優で映画制作者のティモシー・ケイリーはそのアングラ映画、ザ・ワールズ・グリーテスト・シナーをエルモンテで撮影した。現代の著作家。 サルバドール・プラセンシアやマイケル・ジェイム・ベセラはどちらもエルモンテで育ち、その小説の中でエルモンテに言及している。60年代のテレビ番組に出た月毛の馬、ミスター・エドは1949年にエルモンテで生まれ、バンブー・ハーベスターと名付けられていた。アーティストが共同で運営するマインド・ファンクはエルモンテでライブスタジオを運営している。二千年以降、マインド・ファンクは アンブラ都市マルチメディア作品を制作している。エルモンテは、北緯34度4分24秒整形118度1分39秒、北緯34.07333度整形118.02750度、34.07333-118.02750に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は9.7平方マイルであり、 このうち陸地は9.6平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は1.44%である。エルモンテの地域は温暖であり、地中海性気候にある。地の人口は1970年代以降40%以上増加した。エルモンテ市にあることで知られたクルミの木が家屋に置き換わってきた。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 カリフォルニア州議会では上院の第24及び下院の第49選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第32選挙区に属し、クック投票動向指数では民主党プラス17となっている。2010年時点ですべて民主党議員が務めている。エルモンテ氏は市政委員会、シティマネジャー方式を採用している。市政委員会は 市長一人と四人の委員で構成されている。エルモンテの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用シトップ10は以下の通りである。エルモンテ統合高校学区には、アロヨ高校、エルモンテ高校など七つの高校が入っている。エルモンテ市教育学区は18の小学校を管轄しており、四つの修学前学校もある。マウンテンビュー教育学区は、 サンガブリエルバレーの中心部にあり、小学校10校、中学校2校を管轄している。就学児童、生徒数は8600人である。ロサンゼルス軍健康サービス部がモンドビアにある、モンドビア健康センターを運営しており、エルモンテ市民も利用できる。ありがとうございます。